여보? 여보? 가샹. 든든 장소 있지? 여보? 여보, 레시 꺼내 여봐요. 여보. 진짜 피상사 하는 거 든든 장소. 오메 야베인즈네 이런 거지. 뭔데 그래? 뭔가 이주인 히카루さんが 택시 乗った時に 俺の 左側の窓だけ 100万円もらえる番組があったんだよ。やりたい。歌詞間違えずに。あ、それってそれなんですか？それ知ってます。
あの、イライラ号って、イライラ号は知らん。イライラ超名物。あ、あれか、なんか当たっちゃうけどやつ。そう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 、あ、それ、そういう遊具があるのは知ってます。遊具、遊具。いや、多分そのうち、あの、東京フレンドパークも知らない世代が多い。あー、そう、フレンドパークも無理は切れないんじゃないですか。VS 嵐を知らない世代が多分10年後ぐらいに出てくるんですよ。怖っ。麦はフレンドパークが分かるな。フレンドパーク分かる。フレンドパークは多分まだ分かる。 TMC 的なやつで違うね。違うな。あの、サーチエルだよ。そう、あー、ちょっとサーチエル。あ、そう、なんか2人組の人がやってる。2人組だ。そうそうそう、世界にいっぱいいる。結構いっぱいいる。ざっくりソロとソロがさ、そうだ、そう、関口ひろしとコンテナカの話してる。司会のそれそれ、コンテナカね。コンテナカの話か。そうだよね。なんだソロね。主演級なんだ。違うです。名物コンテナカ、名物コンテナカ、あそこで全てが決まるんだよ。ホッケーでしか今見てなかった。フレンドパークがホッケーだった。フレンドパークは壁に貼り付けてしかも、あんま記憶ないかも。ちょちょね、あれやってみたいなって。ビシャってやつよね。ビシャ、うん、私だったら多分一番行くなって思いながら。東京フレンドパーク作ってほしい、ね、あのゲームいろいろやりたい。なんか一時期関係ありましたよね。あれ、フルボコスのやつやりたい。僕らあったね。あったあったあった。難しいな。あとあの、なんだっけ、おそばのペン。あったね。あった。難しいな。あのお蕎麦のね、ザルを2人乗りで、その人がそのやつを持っていて、なんかシミュレーター免許センターの、あんな感じでガーッて走ってって、障害物を越えてって当たると、こっちに振動が来てお蕎麦が落ちちゃうのよ。それをゴールまでなんとかこの状態で届けろっていうゲーム。我々パソコンを初めて触ったのって何歳でした、皆さん。小1小2ぐらい。中学なんだよね。なんか当時ヤフーを検索してみるっていう授業があって。ああ。え、なんか山田太郎みたいなソフトで勉強しませんでした。山田一太郎な。一太郎な。山田太郎俺言いそうなの。山田太郎とかみたいな。ちょうどポストペットとかが流行ってた。ああ。もも、もも、もも、ポストペット。はいはい、飼ってました、飼ってました。ポストペットって何知ってる。懐かしいな。誰だ、ピンクのうさ、クマ。え、画像見れば多分わかりますよ。ちょっと待って、ポストペットの予測検索でさ、ポストペット死亡出てる。やばいやばいやばい。そういう概念、卵地とかじゃないんで。そういう概念ないから。あ、なんか見たことあるけど、これが何のキャラクターですか。これポストペットっていうソフトがあって、メールソフト。そういうの。え、こうやってアメーバピグみたいな。そう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 。で、こいつがあのこう出てってメールを届けて見てくれるんだよね。かわいい。昔無駄に全然意味わからないお姉さんとかに送ってました。家そこにいんのに、このポストでメールして。そこにいる。そこにいんのに、こんにちはみたいな。ズンズンだかってからね。どんどん消えちゃう。全略プロフィール。全略プロフィール。全略陽キャな人がやる。全略プロフィールってすごい学校の先生に注意されませんでした。してなかった。なんか私、校長先生が本名を晒すのはやめなさいみたいな紹介とかですごい言われて、そう、なんか今すぐ閉鎖しなさいみたいなことをすごい、誰も聞かないみたいな。全略プロフィール知らない。全略と、あとリアルと、クルーズブログと、知らない。あとデコ。あの辺が世代です、多分。そうなんだ。なんか今リアルはそのこのデコを使ってる人がもう最先端だから、私も変えなきゃみたいな人になるから。あと無駄にあの友達しか鍵を知らないリアル。裏垢ですよね、今で言う。今で言う裏垢。掲示板じゃね、 BBS って呼んでる。あ、 BBS チャットルームだし。BBS 嵐がチャットルーム。いやー、そっかー、わかんねーか。まずホームページ作るわけ。ホームページ作ったら、こうなんかプロフィールと掲示板も BBS と切り板報告、切り板報告で、チャットログ見るとその昨晩のやりとりの一部だけがちょっと残ってるで、これかー、こんな来てたんだみたいな。いや、ちゃんと私も考えてないかもしれないの。この時代チャットログめっちゃハマってた。めちゃくちゃちゃんとしてた。ICQ ってわかる。 ICQ、 それ私も分かんないし。誰も知らない。なんかその一時期そのインターネットのコミュニケーションツールってやっぱ
るじゃないですか。あるな。あるじゃないですか。なんかこいつオンラインのくせ既読しねえみたいな事故のことですよ。確かに。でも私高校時代はミクシー。あ、ミクシーね。みんなミクシーだった。ミクシーだった。ミクシーは経てツイッターだった。ツイッター、フェイスブック、インスタっていう時代になってくるからね。ミクシーモンストのイメージ強い人の方が多いかもね今ね。ミクシー良かったね。ミクシー良かった話があって、小学校のあるグループってコミュニティがあって、自分の小学校と何年生まれっていう、あ、そこのグループってのがあって、でそれ同窓会することも、それまで全くコミュニケーションなかったんだけど、それそのコミュニティにみんな入ったみんながいたから同窓会って十何年ぶりぐらいに行ったから、高校からツイッターしてたもんな。最初アメーバ。アメーバ、あ、そうか、アメーバじゃないの。アメーバピグってやつですか。アメーバピグ全部使ってて、アメーバの中にツイッターみたいな。あー、あるあるある。そうなんだ。そこが、なんか、そこからツイッターに行きました。へー、そうなんだ。一応みんなツイッターに集められるので最終的にツイッターね、集約していくんですね。今新しいのついていけないんだよね。例えばTikTok もうタイトルコールからついてきてますよ。大きな TikTok 時計みたいな、チクタックみたいな、そうチクタックみたいな、チクタックみたいな、そういうコンビニあったよ。インスタも使えてない。あ、インスタ、私インスタ最近そして1日1投稿。インスタでも始めたのあれきっかけじゃないの？あの台湾で、台湾にね、なんかベーシックハマーさんって見たことあります。で、そしたら、あの、コミュニケーション能力半端なくてさ、向かいのお姉ちゃんのまつげが綺麗って言うて声かけたよ。そうそうそう、ご飯食べてる時に。え、陽キャーと思って、陽だなと思って、なんかインスタ交換しましょうかね。インスタ交換しちゃって。え、いいな、私もインスタ交換したい。そして正方形っていうね。そうだね。最近は全然ちょっと、あ、そうだったら。あ、いけるなんだ。誰もインスタについていけない感がちょっとありましたよ。あ、そうなんだみたいな。正方形なくてもいい。私はなんで更新してるかわからないわ、更新してる。これは一体何か役に立つんだろうか。世界が繋がれたり。そうそうそう。次海外に行った時にインスタ。遊びカフェ世界進出ですね。そうだそうだそうだ。希望がね。俺頑張る。神保町から世界へ。それ、いわきハマりすぎないですか。すごいあさみじゃん。すごいあさみ。あさみちゃんだよ。解明がひどい。解明がひどい。やったって。やった。